びますかね。食べますか。そうそうそう。おい。ちょっとこれ 1個出てるやつ。絶対美味しいです。美味しいねこれ、うん。飲み物から決めようか。うん。何、飲み物。いや私はジンジャーハイですね。お。じゃあ、うん、ちょっと今やばいんで。疲れてるんで。疲れてるとか言ったら疲れない。いや今日は正直な会だから。仕事帰りだからさ。仕事帰りです。ちょっと酔っちゃうんで、はい、グレープフルーツサワーで。食べ物も頼んじゃいますか。草でしょやっぱり。そう食べたい。ベジタリアンだもんね。ベジタリアンつってテレビ出てたからベジタルしか食べないでしょ。あベジタルって何、ベジタル。ベジタル。ベジタル。絶対美味しいじゃん。美味しいよね。えサラダにしようよ。うん、サラダがいい。会社。ホワイトアスパラのサラダ一つ。お肉系もいきます？うん、姉さん。野菜ってタンパク質いってね。行きましょう。わかんない。どれとかいいとかよくわからないんですが。あ、星ついてるからこれにしたら。オッケー。食べ比べ。食べ比べ。はい。いいじゃん。楽しい。では、あ、待って、ダメだよ。胃に入れてないのに。そうだよ。まだちょっと。酔っ払っちゃうよ。いいの？空腹にお酒酔っ払っちゃう。明日リハーサルなのに起きれないよ、私。キャピー！キャピー！キャピー！やー飲んじゃう、ロゴ今チラッと見せたから、私もじゃあさりげなくハートランドのロゴ見せて、ハートランドビアやばい、酒入ってないのに。でもな、でもさ疲れてる時って酒入ってるみたいなテンションになるよね。なる。あ、うん、うまっ、酒うまーい。もうでもさ、こんな飲み企画するんだったらグータンヌーボーぐらいちょっと込み入った話をしたいよ。グータンヌーボーってどういう番組？恋愛？恋愛でもまあ、コミってないかな、ちょっと、うん、どういう恋愛がしたいですか。いいじゃん、やろう。超可愛いじゃん。え、なに、適齢期なんだから。そうだよ、ちょっと過ぎつつあるから、ちょっとやろうよ。占い師さんに今期毎回ここですって言われては逃してるから。そうなの。そうだよ、今期逃しまくりだから。私もなんかさ、メモリアルのミュージックビデオの時に、うんうん、年明けかなんかで撮った時になんかゆうきちゃんが、うん、このめっちゃ当たるおまじないあるんだよって言って、あ、五円玉に自分の髪の毛を入れて、うん、なんかまずなんだっけ、最初自分の年齢の数だけ、やばい、それやりたい、ポポポポポンってやって、うん、なんかその後自分の結婚したい年齢の数だけポポポポポポンってやって、うん、例えば25だったら25ってやって、うん、動かなかったら次26ってやってて、うん、でそれであの適齢期が来たらブーって動くみたいな。あったね。いや、やったそれ。私やってないんだよ。やってないのか。それやって、うん、当時28歳だったの。え、終わってるじゃん。いや、違う違う。メモリアルの時だから。あ、そっかそっかそっか。で、その時26くらいかな、私。まだ26だったんだ。あ、若いのよ。今のひみちゃんより若かったの。うわ、そっか。そう。やば、マジ年取ったね。ちょっと分かんない。もうさ、やって、もうやりすぎてて、ね、何の時は何歳か分かってないけど、今5円玉探してんだよね。ね、5円玉なかったら5円すらないってことかもね。はっ、いっぺないわ。はくそ、5円ないわ。それは絶対ある。ある？うん、え、超やりたい。28でグイングインってさ回ったからさ、なんか変に意識しちゃってさ、うん、何事もなく終わった。いやー、はい、当たるの。え、やば、これで、ね、あげないよ、貸してるだけだから。5円はちゃんとお返しするんで。そうだよ、5円だから。え、髪の毛を長いのがいい？長い方がいい。長い方がいい。どこだ？長いの今言っちゃってるから、ここから引っ張り出すしかないの。言っちゃって、言っちゃって。いて、これぐらいは？ね、なんか要は結べればいいの。それにご縁を通して、結ぶんや。眠すぎて目開かないんだけど。寝ていいよ。うん、そう、上見るわ。天井見てて。あ、すごい綺麗なお家。ワインすごいある。さき様大好きじゃん。あ、うん。私そっちの背景にすればよかった。ワインと一緒に映りたい。あ、もう無理だよ。あ、いたよ、いたよ。で、これでワイン、うん、よしよし、ちょっと待って、ちょっと待って、今こっちに真剣だから。ワイン、よし。あ、ちょっとじゃあそれやろう、うん、これで最初に自分の年齢の数だけボインボインボインってつけて、1、2、3、4、5。もうちょっと早くていいよ。7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、浮かせて止まってね。25、26、27、こうか。うん、で、今は特に揺れないっすか。これ、これですね。特に手のひらが念は感じないっすね。
はい、足りない。はい、じゃあ次、じゃあ明るやさんの次、結婚したい年齢。あ、バレちゃうな、いくよ。まあいいよいいよ、大丈夫。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、21、22、23、24、25、26、27、28。お、来年やん。あ、めっちゃ揺れてない？待って、え、どうだろう、待って、どんどん、どんどん揺れてきたら、ありがとうございました。わあ、これ以上卒業はやめてくれ、本当に。やばすぎ。もしひみちゃんがそうだったら、私あの、うん、差し飲みに誘って止めるからね、泣きながら。いいよ。やめないでよ。やめないけど結婚はさせてって言うかもしれない。ご縁ありがとうございました。ありがとうございました。ご縁を。あ、やるの？唐突にやりだすか。やば。よし、できました。いや、やってやって。今のまず今の年齢の数だけ。よし、いくよ、うん、1、2、3、3歳。冗談だよね。10歳3、4、5、6、7。びっくりしちゃった。そのサバの読み方はないわ。10、12、13、しかも31歳だし。やばすぎる。どこまでやった。14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31。はい、まあ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 、まあ、揺れないっすね。さあ、いくつであなたは結婚したいですか。来年はない。リアルに。あ、リアルだ。来年はない。33。まあ、なんか33くらいからちょっとリアルを増してこない？そうだね。なんかさ、私の中の基準じゃないけど、なんか、うん、アイドルや声優さん、うん、30超えたら急に心配される、うん、けど30ぴったしでそういうことをすると、うん、あの、あ、どうせお前付き合ってた人いたんだなみたいな、あ、どうせ、どら、そっか、そういう感じでわざわざ待ってくれたねみたいな感じになるから、うんうんうん、30歳過ぎたあたりからちょっといろいろ考えて33くらいかな。あー、いい計算の仕方ですね。で、やってみる。あー、いいですね、うん、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33。これはないですね。ないですね。でも結婚願望ないんだよね。あーね、あー、そもそもね、もう編集すること全然考えずにやるから。いいよいいよ。いや、これは単純にくるくる、あの、でもちょっとさ、ちょっと声描いてない？ほら、お？ 34。 お？ 34じゃん、これ。お？これは？動いてる？動いてんじゃない、これ。これ結構動いてるよ。結構動いてる？動いてる動いてる。え、もうぐるんぐるんしてる。あ、すごいすごいすごい。あ、あ、34でいいんですか？いいんじゃないですか？34ですね。あ、あ、あ、すごい。すごいすごいすごい。あ、あ、すごい。え、34ってことは？あと何年？3。失礼いたします。はい。こちらでございます。34歳か。でもいい年齢ね。うん。高齢出産は避けられ、あ、出産関係ないか、また。そうだよ。うん。でもね、わかる。28には結婚して、うん、30までに子供を産むっていう人生設計はあったのよ。うん。今までね。うん。そして今。うん。うん。で、まあ、こんな長く続くとはね、思ってなかったからね。それはある、マジで。うん。うん、マジでやばい。何が？体力。うん、大丈夫だよ、あと4年はできるよ。
確かに、さき様がまず先に証明してくれるから、とりあえずみんなあと4年まで。そうだよ。そうだよ。でもさ、さき様マジですごいよ。だって、多分同じ年齢になった時、私の方が多分体力ない気がする。そんなキャピキャピ元気にやってられないもん。ひみちゃんは、確かにお菓子ばっかり食べてたら。そうでしょ、あの、まあ、食生活もあるんだけど、あの、メンタル的に。うん。でも悩むよね、人生。悩む。ひみちゃんの割と、家では悩み大きい。なんかね、でもなんだろう。もうちょっと若い時ってさ、うん、逆に誰かに聞いてもらうとかそういうこともできたんだけど、うん、なんか言えなくなった、うん、なんだろう、この年ってやっぱ分岐点なのかな、人生。27? でもみんな30代入っちゃえば楽しいっていう、うんうん、どうなるんだろうね、ひみちゃん30歳だったら。まあ日本にいないかな。リモート、絶対いなくなる世界線やめてもらっていい。あのさ、うちらはギャグでいるけど、オタクは本当泣いちゃうから。あれ、でもあれ別に解散するとかじゃないから、あのリモートでライブ参加する。リモート出演、うん、あの後ろの LED ライトであのいっぱいいろんなファンの人いる中で、中で一人だけなんかね。あ、面白い。あー、面白い。本当面白いね、なんか、うん、もう腐れ縁みたいだよ、うちらは。10年もいたよね。いや、本当いますよね。すごいよ。私、ベリーズ工房のアイドル10年もやってらんないっしょっていう曲、はいはいはい、うん、本当にそうだなって思って聴いてたけど、うん、すごいなって思って、10年もやってたんだって。すごいよ、だってその人たちより長くなっちゃうんだからね。うちらがさ、かつてレジェンドだと思っていたアイドルちゃんたちより今長く活動しようとしてんだよ、一緒にやってた世代のね、グループの子たちもいるけど、やっぱうちらが多分そうだよ。しかもあの方たちは、うん、若い頃からスタートしてるから、そう、引退する10年やったって言っても25歳とかでしょ、多分。そうだね、うちらはもう正真正銘アラサーよ。そうだよ、正真正銘の大人よ。普通のグループだったらもう卒業取り沙汰される年齢だよね。うん、アパレルブランドをやりましたとか。そうだよ、そうだよ。あとプロ野球選手と結婚しましたとか。うわー、うん、今年のツアーはね、しずちゃんね、うん、みんなとね、遊び楽しもうと思うんだ。いいじゃん。そう、いつも北海道とか行ったらさ、うん、離脱するじゃん、早々に。まあでも地元だからね。地元はしょうがないよ、うん、でもひみちゃんは絶対ホテルに帰ると思うんだよね。ホテル帰るか、ね、帰らないなって思ってそう。え、なんかいつもさ、あれじゃん、ゆきちゃんと、うん、まあ、みかさんと、うん、まあ、たまにゆうちゃん、うんうんうん、で、まあ、温泉行くってたらワンチャン見えたみたいな。なるほど、あ、確かにみんな行くんだね。そうそうそう、うん、あの辺でいるけど、うちら温泉入らんやん。入らん、うん、今年も入らないんだけど、うん、今年も入らないよ、うん、入らないけど、やっぱみんなと一緒にいようかなって思って。まあね、ご飯とかなんかプリクラ取りに行ったりとか、まあ、行けたらね、うん、なんかご時世ですけど、やっぱファーストツアーみたいにちょっと原点回帰したいなって思います。うん、そう、当たり前に過ごしてきたけど、当たり前じゃないから。深い。大丈夫か、みんなあと4年続けられるから、とりあえず大丈夫だから、本当に。あと4年ね、あと4年続けられるから。あ、いい、いい、ね、4年後、そう、いけるでしょ、まだいける、いける、うん、あ、いける、はい、いけるってことで、ありがとうございますね、はい、うん、そう、だから、うん、いや、一番いけなさそうじゃん、その反応的に。いや、もうよかった、トーン切っちゃうんで。いけますよ、うん、いけますよ、まだまだ。いや、他の人たちいけそうじゃん、なんか、うん、ここにいない人たち、うん、まあ、若ちに限っては若いしさ、うん、うん、ゆうちゃんとみゆたんはファンがいればやると思うんだよね。なるほどね、うんうん、一番危ないから、あなたが。まあ、うちは知ってる、うん、知ってるよ。そうですね、うん、まあ本当に、うん、で、私は確固たる自分のやりたいことがあるから、うん、それをやりつつ、うん、やりたい。そうだね、うん、それでいいと思うよ、ここからは。そうよ、うん、みんないつまでもそのグループに縛られてて、 いいのよ、うん、グループがあって、うん、プラス飛躍していけばいいと思うんですよ、うん、だからアリスは居続けるんです。リーダーが言ったから、はい、そういうことですよ。アリスは居続けるんです。アイドル界の重鎮に、女性アイドル界の重鎮になります。やばい、なんか貫禄やばい。だってすごくない？だってさ、待って、今10年でしょ、うん、リアルに多分十何年とかやったら、うん、本当にリアルナンバーワン重鎮になれる可能性ありますよ。確かにね、まあ、メジャーどころの中で、
まあ、メジャーどころとか言ったけどメジャーレベルにいるけどそんなメジャーじゃないんだよね実はうちら。もうちょっとメジャーになりたいよ、ね、メジャーになりたいテレビ出してん、はい、あすごい取り分けましょうか取り分けましょうかあプロデューサーさんですがこんにちはどうも取り分けましょうかお酒入ってきてますねいいですねあこれで大丈夫今日ひみちゃんをつなぎ止めたから待って待って誰も辞めるって言ってないけど、怖い怖い逆に勝手に辞めるみたいなメンバーと2人ですお酒飲むのってリアルに渋谷あずきを引き止めた時ぶりくらい次はこいつだってもらえ引き止めたとか言って引き止め出てなかったんだけど違いますよ今日たまたまこのメンバーでセッティングされただけであの、はい、私じゃないですかアテンそうアテンドされたのアテンドされたんですはい、うんセッティングね、うん、セッティングセッティングされてるダメなんか使えなくなっちゃうから困っちゃうから使える話なんかしたら喋れないでしょ、うん、でも使える話が、ね、つまんねえんだわそうなんだよそうあのギリギリを攻めていく、うん、ご飯が美味しいということしか言えなくなっちゃう、うん、美味しかった美味しいご飯美味しかった、そうだから、うん、10年目だっけ今じゃあアイリス10周年イヤーあ、そうですね、うん、誰もタグ使ってなくねその、はあ、忘れてたやばいよ今年年明けに言ったじゃんアイリス10周年イヤーって言ってご飯なうとか、うん、勉強なうでつぶやけって言ったのに誰も使ってないわそれあのそう今年10周年イヤーなん で, そうです、ね、使ってください皆さん使ってくださいですし、うん、あの皆さん応援してください、はい、いいよアラサーアイドルもいいもんだよ年取ってるだけじゃないから、うん、ちゃんと割とまあまあ実力はまあまあある方、うん、あのまあ中くらいよりはあると思う、うんうんうん、あの決して高みは言わない高みは言わない、うん、中くらいよりはあると思うのでちょっとね、はい、興味を持った方は、はい、チャンネル登録とグッドボタンを押しながら引き続き再生していただいてあんちゃった再生してください再生してくれてもいいんですよ、うんうん、よいよいよい、うん、なんなら中身見なくてもあのラジオ感覚で適当に流してくれたらいいのでそやな、はい、そやな、うん、そや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 うんちょっと待ってお腹いっぱいになった私満たされましたなったデザートとかないの、うん、おー確かに食べたい最後に、うん、デザートだってひみちゃんもうちょっとで誕生日じゃん待って待ってまだじゃないあれあと数ヶ月誕生日28歳じゃんそうですねおめでとうありがとう早い一番最初に祝われたわおめでとうありがとううわくれるんですかそのご縁おめでとうわ浮いてる。なんだろう。おめでとう。まさか。安心してください。それはないです。あ、それは絶対ないです。おめでとうってそういうこと。うん。そうです。